キャスター門谷明子の角が立つほど伺いますさあ今週もご覧いただきましてありがとうございます この番組は毎週土曜日の朝9時30分から10時30分に7チャンネルの BS テレ東で放送をしています日経プラスナインサタでニュースの疑問の番組内でお伝えしきれなかったことをお伝えしていこうというコンテンツです今日も山川さんお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは早速今回のお題はこちらです 台湾有事、米中の思惑はということで台湾をめぐるアメリカそして中国の動きお話を伺ってまいりますではゲストをご紹介いたしましょうゲストはこちらの方です。 え、キャノングローバル戦略研究所研究主管の三宅邦彦さんです。どうぞよろしくお願いいたします。さ、あ三宅さんにはこの台湾に関してお話を伺いたいんですけれども、はい、三宅さんが書かれた御著書が終わりなんですよね。はい、そのご著書のタイトルがですね。台湾米中戦争、台湾危機驚愕のシナリオというご本を。はい お書きになっているということですのでぜひこの台湾有事に関してどのようなお見立てがあるのか今日お話を伺いたいと思いますが、ええ、れ確かに2年ぐらい前に書いた本なんですけど <laughs>、ええ、今あの台湾有事のシナリオでウォーゲームシミュレーションを、まあ、流行りでやってますけどもその本にまとめたのがそのお2年前の著作なんですよね。ええ、であの結局何もも起きないいいのが一番いいんだけれども、うん うーんやはりウクライナ戦争の前に書いた本ですけれどもウクライナ戦争を見ているとやっぱり独裁者って判断ミスをするんだなとつくづく思うんですよね。判断ミスをする時に、まあ、戦略的な判断ミスと戦略的でない判断ミスがあるんだけどもプーチンみたいに戦略的な判断ミスをやると本当に戦争は終わらなくなる、はい、こういうことがですね、えーまあ、なぜ日本がこんなに厳しくウクライナに対して支援をしているか。 ロシアに対して厳しくやってるかといえば、当然のことながら、似たような独裁者が我々の近所にも。最低二人はいるわけですよ。で、この二人がですね、判断ミスをプーチンさんと同じような判断ミスをされた、たまったもんじゃない。で、そうならないようにするには、どうしたらいいかと。いうことで、いろいろな。可能性を台湾の有事について。考えましてね。それで、あの、マトリックスで。 十六だったかな。いくつかシナリオを作って、ええ、それについて一個一個まああのギリギリと詰めていった本でございます。すあの、うん、読むと疲れます。<laughs> はい。書くのも疲れました。<laughs> ええ、だけどもあのお読みになっていただくと頭の整理ができたらいいなと思ってます。はい。あの今日もまあいろいろな角度からそのまあシナリオも含めて、はい、考えていきたいと思っているんですけれど、まず一つ目、うん、こちらの質問を伺ってまいります。一つ目こちらです。はい 中国報復は控えめなぜということでちょっとまずは簡単にこちらでその何に対する報復かというところをこちら説明していきたいんですが。 台湾の蔡英文総統とアメリカのマッカーシー会議長の会談に対するものなんですね流れも見ていきます5日に蔡英文総統とマッカーシー会議長アメリカのカリフォルニア州で会談を行いました蔡英文総統はアメリカ議会からの揺るぎない支援は台湾が孤立していないと我々を安心させるものと述べていますマッカーシー会議長は台湾とのつながりはかつてなく強くなっている 台湾への武器売却を継続し速やかに届くようにしなければならないと述べていますではこれに対して中国がどのような反応をしているのかと言いますとこちらですまず左行ってこの階段の前に4日ですね戦闘機延べ9機が急戦ラインの中間線を越えて防空識別圏に侵入しました さらに5日には空母など艦隊がバシー海峡を東へ進んで訓練を初めて実施したとしています。 中国外務省によりますと台湾問題は中国の革新的利益の中でも最重要中米関係の超えてはならないレッドラインだという発言も出ていますねさらにこのようにまあこの会談に関わった人物ですとか場所機関などに対する制裁も行われていますまたこの配信がなされているのが えっと収録をしているのが今8日の土曜日なんですけれども今の時点でも軍事演習を行うという発表がなされました。まあ、ただ そうですね、あの去年、ペロシ氏が台湾を訪れた際には大規模な軍事演習が行われましたのでそれに比べますと、まあ、この8日の時点ではまだその報復というのは控えめのようにも受け取れます宮家さん、はい、まずはこの報復なぜ去年より控えめなのか伺う前にこの会談に関してはどのように受け止めていいらっしゃいますかアメリカは台湾に対する支援を明確にするそして中国の圧力に対して屈しないという,う、まあ、意見をですね、ええ、これを を直接蔡英文さんに伝えることによってしかも超党派で伝えることによってアメリカ議会が台湾を支援してますよということを明確にしたということでしょうねですから普通であればです、ね、これを中国がこれだけでも率倒するような内容ですから、ええ、あの反発するのは当然だと思うんですけれども、ええ、まさに今おっしゃったように 去年の8月3日、4日でしたかね、うんえー、このマッカーシーさんの前任者であるペローシさんという民主党ですけれども、はい、会議長が台湾に行ったときには強烈な反応があったわけですよね、えー、それに比べると確かに今少ないのかなという印象を持ってます、うん、今もう一回やったことをちょっと見せていただきたいんですが、はい、地図が出ますか、はい、このね、えー、まあ左側の演習はともかくとしてね、えー、えでこれ演習もう少しあの 大規模にやってるかもしれません、はい、やってるかもしれませんがそれでもおそらく去年よりも大きな規模になるということはあまりないんじゃないかなと、うん、そしてこの右側を見ていただくとレッドラインだとこれは昔から言ってることですよね。はい 革新,中革新的利益の中でも革新的利益だと言ってたんでんそしてその下にですねこの中米の代表シャオさんという人ですけど、はい、この人を追加制裁それ,それがどうしたという話ですよね全然あの痛くもかゆくもないでしょうしうその下ですねこれもあの中身レーガン 図書館例外の図書館でやってとばっちり受ける人もかわいそうだと思うんだけどアゾソン研究所の人が制裁された痛くもかゆくもないですよ。ですからその意味ではおそらく当初はですねいくつかの理由で、えー、制裁という制裁というか厳しい反応をしないようにしたんじゃないかなと推測してるんです。えー、一つのの理由は、はい、まあ当然のことながらあの 台湾に行ったわけじゃないですよねバッカシーさんがね、はいえー、ですから台湾に行かれたらこれはまたメンツ潰れるんだけどそうじゃない、えー、2>, だから2つ目にそれが去年の8月それは習近平さんが3期目を迎えるこの10月の党大会の2か月前という、はい、まあ非常に嫌な時期に行ってくれたんで、えー、これは反発せざるを得ないと、はい、でさらにですね、まあ、当時はどっちかというといけいけどんどんの時代でしたから。 戦狼外交の時代でしたたからまあ強烈にやったと、ええところが結果的にどうなったかというと逆にですね台湾が有利になって中国が孤立をしたとだったらそんな馬鹿なことを今回やるかということでかなり浪気、えー、抑制されたた形でで動いんんだと思うんです、ええ、実際に文言を見ててもそう見えるんですが、ええ、その後ねこれ番組中でしたけども、はい、突然と言ったら変だけれども後出しのような形で、ええうん あの追加的に演習をやるぞと言い出したのはね、はい、恐らく私個人的な意見では間違ってるかもしれないけど<っ>恐らく僕ですら何この程度の制裁しかしないのと思ってたんだから中国の国内でもねなんだこれはと。 だっら全然あの制裁になって対抗措置になってないじゃないか報復になってないじゃないかといった人が、うん、どっかに偉い人がいたんじゃないんですかね、うん、そうなると何かせざるを得ないんで急遽こういうことを発表すると、うん、ペローシさんが来た時にはもう前から待ち構えていてですね、うん、すぐにあの演習地域を発表したりしてたもんですけど、えーそ,すね、それに比べるとちょっと。 なんとなくちぐはぐな印象を受けます、ね、少なくとも今、放送している段階ではあます、ね、あ今のお話を聞いていますと戦狼外交というキーワードも出てきましたけれども中国の,その外交姿勢が、まあ、去年と比べて変わってきているように見えるのはどううししてなんでしょうかそれ,はそれは当然でしょうね、今までの外交というのはあんなもん外交じゃないですよね、うん、あんなほが外交だったら私だってできますよ。うん 要するにあの全然頭使わないで、えーね、ガン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 あの吠えりゃいいわけですからね、えー、そのウルフ・ウォリアーというようなやり方が、えー、まあどういう理由でそれがあの主流になったのか知りませんけれども。 そのやり方が結局、中国の利益を害してしまったということをやっっとと分かったんんだと思うんですねん、はい、台湾がアメリカに近づくきっかけを作っってしまったと、えー、そ,うそれだけじゃなくて中国が全体であのイメージが悪くなって、ね、そしてヨーロッパでも中国に対する懸念が増えていくとなると中国の国際的な孤立がです、ね、深まる恐れがあるというふうに感じた人がやっと出てきたということじゃないかと思っています。はい まあこの会談も踏まえてですけれどもただ、中国、まあ、習近平氏にとっては台湾を統一するという目標は変わっていないものだと見られますけれども、はい、続いての質問がこちらです、うん、台湾統一の方法はということなんですけれども、まあ、中国が台湾を統一するとしたらどういった方法を取る,と取るのかということについて考えていきたいんですが、はい、ま,まずは台湾にまつわる主な政治日程から見ていきたいと思います。こちらご覧ください この政治日程、まあ、一番最後の1月の24年の1月のところに台湾の総統選と書いてありますね、台湾で選挙が行われるんですが、まあ、その前の段階、今の段階では蔡英文総統とガーシー氏が会談をしたりとか馬英九前の総統が中国をまあ時を同じくして訪れていたりですとかね、いろいろな動きがあるわけですね。そししててこのの台湾総統選顔ぶれも確認いいきたいんですがこちらご ご覧くださいまず与党の民進党のこの副総統がま元の台南市長ですすでに出馬が自立上決定していて台湾独立を強く主張した過去もあるということですそして野党国民党は新北市長の郷有儀氏 国民党色が薄く無党派層にも支持されるもいまだ出馬は表明していませんそして、第三勢力を目指すといったこういった候補もいるわけですけれども宮家さん、はい、どうでしょうまずは中国は武力行使ではなくて、まあ、平和的と表現しています政治的な統一を目指す可能性どれぐららいい見ていらっししゃるんでしょうかあの政治的統一ということは台湾の政府が同意をして、はい、そして中華人民共和国の一部になると。 いうことでしょうけど、はいええ、それを台湾の、えーえー、民進党が受けるとはとても思えないし、はい、それから国民党は あのまあ、馬英九さんが中国に行ったり中国は一つだと言ったり、はいえー、おっしゃってますけどね中国は一つと言ったってですよ、うん、それは中華人民共和国の一つなのか、うん、中華民国の一つなのか、ええ、どっちもあの自分たちの意見を譲りませんから、ええ、ただ中国が一つだってことだけしか一致していないんですよね。その意味で平和的的にに政治的に解決する可能性は 今のとところろ僕はゼロに近いだろうと思いだ、はい、うです,、ね、ですからそう,でそうであればとっくにやってるんですよ。えー、でやっていないということはそれはもう,もう中国の政治体制が全く違う、えー、そしてその中で台湾が90年代から民主化をしてですね実際にもう民主主義の地域になっているとこういう実態を考えますとね、えーえー、その民主主義の人々があ今の独裁体制を受け入れる可能性は それは経済的に苦しいのはわかりますよ。うん、それはあの政治的になかなか難しいと思うので、私は無理だと思います。となると、うんはい、となると、これ軍事的な手段も含めて。 ある程度強制的に非政治的に決めざるを得なくなると統一、うん、するというふうなオプションが出てくるわけですよね、はい、宮根さんそうなりますと今回の馬英九氏の動きなどはどのように見たらいいんでしょう、うん、どんな意味がもちろん一定の効果はあるとは思いますけれども、うん、馬英九さんってもうすでに国民党のリーダーでもないわけで前総統とはいえですね、えー、まあオワコンと言ったら失礼だから言わないけれども。うん これは過去ですよね、むしろ新しいリーダーがこれから出てきている、さらに番組では言えませんでしたけれども、国民党にもです、ね、ちゃんとアメリカとの関係をしっかりしなきゃいけないと、中国一辺倒じゃないという意見は絶対あるはずなんで、実際にワシントンにこの間行った時もですね、きも、はい、の国民党の代表の人がちゃんとワシントンにいますよ。 です,で,ですからそのあのアメリカとのパイプをです、ね、ちゃんと維持しようとしている人たちがいる中でバイエキューさんみたいな人があ中国に寄って行っても中国は歓迎するでしょうけどもそれから一部の国民党の支持者の中にもそれを安心する向きがあるかもしれませんけれども私はもう国民党の主流になることは当分ないんじゃないでしょうかねあれだけ中国が圧力をかけてきている時にバイエキューさんの意見というものが果たして主流になるかといえば それは可能性は非常に低いと思ってます。なるほど。まあ、そうなりますと、その政治的な台湾の統一というのゼロに近いと今おっしゃいましたけれども。うんはい、では、一方で、その台湾有事、まあ、上陸作戦なども来てしまうのかというところですが。はい、その武力行使に関しては、どれぐらいの可能性がある、はい。でね、と思っていらっしゃるあの、非政治的な方法だとは言っても。しかし、圧力によって台湾を。 制圧することはもちろん可能なんです。はい、それは尊しの兵法ではないけれども、うん、戦わずして台湾を取ることがベストなんです。うんえー、で、今も中国はそれを一番あの最優先で考えていると思います。はい、で、しかし台湾をもし戦わずに取るということになると、うん、絶対条件が一つある。まず第一に、はい、それはアメリカが台湾をし支持しなくなること、支援しなくなること。うん、つまり、中中国が何か圧力をかけたときに。 台湾をもうアメリカが守らない。もしくは支援しないとなれば。それはもうあの台湾の人たちは諦めます。それは絶対条件になりますか。か絶対条件になると思いますね。と中国は見ている。えー、もし<ー>もし戦わずに勝つとすればす。あ、戦わずにということですね。ねえー、ところがその今の状況は。それまで今まではあの千九百七十二年のね。正常化以降。 少なくとも中国が台湾に対して武力攻撃をした場合にアメリカがどう対応するかということについてはこれは曖昧なんですよとアメリカが何するか分かりませんよとでこれは曖昧戦略と呼んでいてそれがずっと機能してきたそれによって中国は抑止されてきたとこう言われてきたわけです。ししかしそれはね中国の 人民解放軍の力が弱かった時にはアメリカは何するか分かんないんったんと本当やめとこうかとこうなってよくしか聞いたかもしれないけども今のように中国の軍事力が強くなってきたらアメリカは何するか分かんないうんーだったらやってみようかとこういうことになりかねないんでむしろその曖昧戦略というのは 抑止力が低下してるんじゃないかという議論がもう何年も前からアメリカでえありましてね、えー、それで最近あってまあ意図的だと私はもう思っておりますけども、はい、バイデン大統領は時々ですね 失言方言みたいな感じで台湾を守るもちろんだとかなんとか言ってるわけですね、えー、私はこれ失言だとも何とも思ってないんで私は意図的にやってると思います、えー、意図的にやっていてそして側近たちはいやそんなことありませんとアメリカの曖昧戦略は変わりませんよとこう言ってるんですけどこれはうまく、えー、役割分担をしているんだと思います。にすするるメメッセージいうことですか、はい、う要するにアメリカは何か しないということはないいいととととうこははですよよ曖昧戦略は変わりませんよとしかしながら軍事的な関与はするかもしれません少なくとも台湾,台湾関係法があるわけですからそれに基づいて軍事的な関与はするんです武器供与をするかもしれないし情報提供をするかもしれない今のウクライナーと同じですよね。そのような形で関与することはあるけれどもアメリカ軍そのものが台湾に上陸したり。 もしくはブーツ・オン・ダーグラウンドじゃないけどもしくはアメリカの船が本当に戦いに来るかどうかこれは曖昧ですよというような形の曖昧戦略に徐々に変えつつあるのかなと私個人的には思ってますがそういうことがあればねやはり中国は抑止される可能性が高まってそうなるとそう簡単に戦わずして勝つわけにはいかなくなるということになるとなかなかその台湾有事はどうなりますかと。 言われると、合理的に中国が判断をする限りにおいてはアメリカが関与をするということであれば特にアメリカが戦うということであれば、うん、さらに日本がそれに協力をするもしくは後方支援をする場合によっては日本が攻撃されれば日本も当然戦うわけですし、うん、フィリピンも同,様同じようなことをするかもしれない。そして オーストラリアも戦うかもしれないとこういうふうになったらあそんだったらちょっともう少し時間を置いて考えてみようかねとこれが合理的な判断ですよ、はい、となれば逆にその武力行使の引き金となってしまうとしたら何があるんでしょうか引き金になったとしたらまず第一に言えることはありえないかどうかは別として台湾が独立宣言をしてしまうことうこれはもう完全なレッドライン中のレッドラインですから。 台湾が独立宣言をしたのに北京が何もしなかったらです、ね、その時点で共産党潰れますから必ず武力行使をすると思います。成功すするかかどうかは別です宮川さん、あのはい、アメリカが自ら戦う状況になるとしたら、うんうん、それは何が一番こうラインになるんですか 在フィリピン米軍基地をもしくは米軍の存在をですね直接アメリカに対して攻撃したらアメそれは逆に言うとそこまで攻撃されない段階で台湾関係法の中ではやはりその今ウクライナに対してやっているような台湾が戦うことに対して支援するけど自らは乗り出しませんよってそういういススタンスになる可能性があの私が大統領だったりできればそれで済むならそれが一番いいですよね。うん だけども、それで済むかどうかはわからない。あのウクライナの場合には、NATO 同盟国加盟国ではないですから、うん、そのウクライナに対する攻撃はアメリカに対する攻撃ではないんですよ。だけども、もし台湾で台湾を攻撃した時に同時に、在日米軍基地内、在フィリピンの米軍を攻撃すればですね、これはもう、うん、あの NATO とか問題じゃなくて、アメリカに対する直接攻撃ですから、うん、必ずやります。 でもこう,うまくこの中国側はまあ確かにあの去年のペロシの時というのは一部、日本の,の EEZ 内に着弾しましたけどミサイルが本当にやろうとしたらそこをうまくかわ,すかわしてくるす、ね、いやこれはね私がまさにそれはあの本でも書いたことなんですけど与那国島というのは台湾の岸から107キロしか離れてないんですよね。 そしてそれがちょうど EZ でこの間、去年ミサイル撃ち込んだでしょあの海域ですよね。うん、となるとねそのもし台湾を本気で上陸する制圧しようと思うのであれば、うん、どうしても台湾を包囲しなきゃいけなくなる、はい、と包囲をするとです、ね、与那国島は間違いなく戦域になるんですよ。 少なくともジェット機でいや本当にもうぴゅっといってついちゃうわけですからね。うんうん、となりますとやはりその台湾をアメリカも日本もそれからフィリピンも関与させずにえ台湾だけを取るためにそのお例えば台湾海峡の側だけから攻撃をするとかそういうことをやればですねおそらく失敗すると思うです、うん、ですからその意味でもなかなかあの軍事的に今おっしゃったような アメリカを関与させない日本を関与させないで台湾を攻撃するということが難しいんじゃないかと、うん、ですから今回も、もし本当にまた去年と同じようにです、ね、台湾の東側すなわちその台湾を包囲するような形でもし軍事演習をやるということになりますと、ね、もうこれは台湾を海上封鎖しようとしていると。 思わざるを得ないんでそうなれば当然尖,尖閣はもちろんですけども与那国島も含めて、うんえー、これは戦域になる可能性は極めて高いそしてさらにもし本気でやろうとするんであれば在日米軍がですね 自由に動くという状態はもうとてもあの不利ですから、うん、と私だったら、在日米軍を攻撃するだろうと思います、うん、中国といったらね。うん、となったらこれは日本に対する攻撃なんですよ、えー、アメリカに対する攻撃であると同時にね。えー、ということは日本にとっても集団的自衛権の問題ではなくて、えー、個別的自衛権の問題として日本は自衛権を行使しなきゃいけなくなるとそんなことをやるんですかということですね。そそうでですよねあのではそのの、まあ、武力、うん 講師をしようという収支のその判断はミスだとしたその判断ミスを起こさせないためには何が必要になってくるというお考えでしうか正しい情報を入れることですね。うん、つまり今申し上げたように、えー、今アメリカも日本もそれからフィリピンもそして韓国もですらですねこの問題についていろいろ関心を持ち始めそして必要な措置を取り始めているわけですから。はい 常識的に考えたらば、台湾をこう武力攻撃するということは今の状況で、うん、もしてこれから1年後2年後3年後になったらば、中国軍の力も強くなるかもしれないけど同時によアメリカ側の日本側の抑止力も強まると、うん、これで本当にやれるんですか、うん、やれっこないですよねその情報を正しく習近平さんに入れること、うん、これがまず第一大事だと思います、はいはい、ただもう一つ問題は、えー、それを入れたとしても、えー 中国の国の内で例えばいろいろなあ経済的な難しい問題が起きて暴動が起きたりもしくは党内でいろいろな権力闘争が起きたりするその場合にはですね一体その習近平さんが正しい判断ができるのかということも当然 あるわけでね、それも本に書いてあるんですけどもそういったことを考えると必ずしも万能の,その誤解を避けるためのね誤解を、えー、ミス判断ミスをさせないための手段が万能であるかというと必ずしもそうではないということだと思います。 あのお話を伺ってますとも台湾有事が起きるとしたらもうま日本米軍も切り離せないものだというふうにあの受け止めますけれどもそうなりますとこの最後の質問に参ります台湾有事備えは万全なのかということで戦力のま差がポイントになってくるのかなと思ってきますこの戦力の差というところなんですが2025年の時点でアジアで展開する主な戦力のアメリカと中国のその比較をしているんですけれども一番上戦闘機ですと数だけで見 およそ8倍、まあ、そして戦艦はこちら9倍潜水艦は6倍以上ということでこの数だけ見えますと三宅さん中国が上回るように見えますが、うん、この上回った状況を習氏がどのように受け止めて、はい、それこそ判断ミスが起きてしまわないのかというところが気になりますけれども、はい、三宅さんはどう,考えるでしょうか私はこの表を見て一番気になるのは強襲、えー、用陸艦ですよね。 12隻で一体何を運べるんですか、はあ、ね？<っ>そのせいぜい1000人とか2000人ぐらいしか兵隊を運べないだろうし、うん、重火器を積んだらますます運べないし、ねうん、これが120隻あるとえ とかあの200席あるとなったらね、これはあのかなり能力が高まっているという気がしますよね。はあ、まずそこでもあのお中国側が圧倒的に有利というわけではないし、実際にこのお250対1950っていうのは数字が出てますが<っ>戦闘機でね。はい、これ去年の2月の23日までのロシアとウクライナの戦力比を見ても同じように。 ロシア側はです、ね、圧倒的に優位だったんですよ、ね、だけどあれから1年経って何が起きたんですかいまだにあのウクライナ占領できていない、まあ、なぜかといったらこの戦力ここに書いてある数字以外の要素があるからですよね。それはどういうことかというと陸海空の連携いわゆる統合作戦。 それから情報をネットワークにしてそして統合作戦をやるためにはです、ね、当然のことながらインターネットも含めて、えー、高度な情報戦ができなきゃいけない情報処理ができなきゃいけないそれができたのかさらに、えー、精密誘導兵器というものをちゃんとうまく使えたのかいろんなことをです、ね、要素があるわけです。特にに、えーまあ、ウクライナの場合には 陸上でロシそのロシア陸続きのロシアがシウクライナをあれだけ攻めあぐねているということを考えると台湾っていうのはもっと難しいですよね海に囲まれてるわけですから、うん、そうそういろいろあるからですねこの数字だけで、えー、優位を判断するっていうのは難しい逆に言いますと中国は今おそらくですねこのウクライナ戦争の ウクライナの戦い方アメリカの支援の仕方それからロシアの戦いぶり<え>何が失敗だったのか何が成功だったのかというのを一生懸命勉強していると思いますよ。これはおそらく台湾有事の時のリハーサルになると思いますうあのそうなりますとこの備えまずは今、戦力の話がありましたけれども、うん、先ほどあの各国の連携のお話もありましたね。はいはい それもすべて踏まえた上ででは備えとして何が今足りないと三宅さんはお考えですか、うん、まずは物理的なあの打撃力反撃能力だと思いますね。はい、のすねそれはあのこの間安全保障3文書を作って国家安全保障戦略を作りましたから、はい、方向性はできました、うん、そしてこれで、えー、と予算をどのようにつけるかという議論はもちろん残ってますけれども、えー、それを着実にやっていけばある程度の能力は あつくだろうと思いますそしてそれと同時に、えー、大事なことはアメリカとそれからこれちょっと物騒な言い方で誤解を恐れずに言うんですけどね本当に抑止力になるためには日米が本当に一つの部隊として動けるぐらい戦うぐらい強い戦う能力を示さなきゃいけない。それが ちゃんと中国側に伝わればこれはやばいなとこれはやめとこうかということになるわけですから、うん、その意味ではただ単に自衛隊の能力を拡大するだけではなくてです、ね、日米の統合戦力それから陸海空の自衛隊の統合戦力これも全部その一つの部隊として動けるような高度な訓練なし連携組織づくりが必要。 になってくると思いますこれはあのドンパチの方ですね、うん、でドンパチに加えて先ほどもおっしゃったようにもし相手の判断ミスをもしさせないということであれば当然のことながら武力だけではそれはできないわけでそれに新しい情報を伝えるためには外交努力が必要になってくるそして国際的な連携が必要になってくるそしていろあらゆる国から同じような情報が ああ、習近平さんに流れるようにしていかなきゃいけないという意味では。やはり、あの、総合的な、ああ、外交安全保障戦略が必要になってくるということだと思います。うん、プーチン氏の時もそうですけれども、うん、正しい情報が正しく終始に渡るというところが大事になってくる。私はそう思ってます。いすね、はい、わかりました。宮宅さん、はい、ここまでたっぷりお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 日経プラスナインサタデーニュースの疑問は BS テレ東で毎週土曜日の朝9時30分から放送していますぜひご覧くださいまたツイッターやフェイスブックで取り上げてほしい話題ですとか皆さんからの疑問も募集しておりますのでそちらもどうぞお願いしますまたこちらの配信がされていますテレ東ビズの YouTube チャンネルのチャンネル登録もぜひこの機会にお願いいたしますということでキャスター門谷明子の角が立つほど伺います今週はここまでですご覧いただきましてありがとうございました